お前の銀行口座の残高なくなったから。え、何に使ったの？20万円は保険に使った。残りのお金は何に使うのよ？いろいろと必要でさ。理由が話せないようなことに使わないで。お金が必要な時ってあるじゃん。また掛け事とタバコに使うんじゃないよね？違うよ。亮が貯金に協力してくれないから車だって買えないのよ。分かってる。でも今回は母さんの還暦祝いなんだ。お祝いに使うのね。さすがに母親の60の誕生日くらいは祝ってやらないとだろ。親孝行したい時には親はなしって言うしな。毎日の生活でカツカツなのに10万円も使って何をする予定なの？出張シェフを頼もうと思ってさ。お寿司とかってこと？有名な寿司職人に来てもらうつもりなんだ。そんなに高いのね。そうなんだよ。それでよかったら現金借りてもいい？お母さんとあなたの二人でどうしてそんなにお金がいるの？還暦祝いなんだから仕方ないだろ。何かプレゼントも買いたいし。無理に決まってるじゃない。ケチだな。私がそうなったのはあなたがいつも使いすぎるせいよ。うるさいな。少しだけだろ。親の還暦くらい目を張らせてくれ。その気持ちはわかるけど、あなたの掛け事のせいで生活がギリギリで、私のパート代を含めてなんとか生きられてるのに10万円以上も出すなんて、今の私たちには無理なんじゃない？だったらお前がパートじゃなくて正規で仕事すればいいだろ。最近は育休を終えたら女も働くのが普通だぞ。それは家のことを男女で分担するからできることなのよ。あなたが育児も家事も一切しないから、私が家のことを全てやって寝る時間を減らしてパートをしているのにひどいこと言わないで。ヒステリックか。事実でしょ。お前の管理不足もあるとは思うけどな。私のせいにするの？まあでも生活に余裕がない責任が俺にもあるのは認める。だったら今回は10万円でできる範囲のことをしてあげて。仕方ないな。諦める。そのお金だって私たちにとってすごく大きいのだからね。お母さんの還暦だから特別に多めに見るけど。わかったよ。ミユのためにも貯金しないとだもんな。その通り。少しは理解してくれてるじゃない。親も還暦を迎えるって気づいて大人にならないとなって感じてるんだ。だから最近は掛け事もしてないんだ。あなたも成長してるのね。一人娘にお金の心配をかけたくはないからな。そう言ってくれる日が来てよかったよ。ああ、そんなわけで明日は実家に行くから。了解。私はミユと友人たちとの食事に行ってくるわ。また帰る時間分かったら連絡する。還暦祝い成功させてきてね。私は優子、35歳。忙しく育児とパートをこなしながら家計を支えています。夫の亮は仕事はしていますが、お酒に依存しており、掛け事での出費も多く、生活はいつもギリギリです。娘美優のためにも変わってほしいと願うばかりです。そんな私の願いが通じたのか、亮はもう掛け事はしていないと話していました。しかしその翌日に私を裏切るとんでもない事件が起きるのです。事件当日。結局何時に帰るの？夜ご飯作ってあるけどいらないかな。母さんの還暦祝いがちょっと盛り上がりすぎちゃった。遅くなったから今日は実家に泊まることにしたよ。それなら明日も予定ないのね。ああ、何も予定ないから帰ったらミュウと遊ぶよ。わかった。夕飯も母さんが作るし、夜は二人で昔のビデオでも見て楽しむかな。いいわね。だから何も心配しないでのんびりしていてくれよ。でも夕飯は持って行った方がいいかしら。記憶力が悪いのか。母さんが作るって言っただろ。お母さんうちに家出してきたよ。え？今横にお母さんがいるの。どういうこと？それはこっちのセリフ。あなた、お母さんと実家に泊まるんじゃないの？親孝行のため母さんにホテルを予約したんだ。聞いてないよ。ビデオ見るって言ってたじゃない。お前に言うとホテルはもったいないとか騒ぎそうだし伝えてなかったんだ。お母さんの還暦祝いに使うならそんなこと言わないわ。
言わなくても心の中で思うだろ。でもどうして実家に一人であなたがいるの？いや、母さんに親孝行しながら俺は久しぶりに実家でのんびりしようかと。いい加減にして。全部嘘って分かってるから。本当だよ、俺のこと信じられなくなったのか。最低だな。あなたがしたことはお母さんから聞いた。は？母さんにはお寿司食べさせてしっかり親孝行したぞ。コンビニで買ったお寿司でしょ？それは寿司職人の人が体調を崩して。スラスラと嘘が言えるなんて感心するわ。夫を信じろよ。どんなホテル予約したか覚えてる？少しでも静かな場所に行ってほしいと思って田舎のホテルを取ったけど。きちんと調べて予約してないでしょ。部屋に大きな雲がいたり、鍵が閉まらないホテルだったそうよ。知らなかった。しかも口コミも悪くて。評判は悪くてもいいホテルはあるだろ。そうだけど、汚くて埃が舞ってたせいでお母さんアレルギーが出ちゃったんだから。そんなに古かったのか。本当にひどい。親孝行のつもりで予約したわけじゃないよね。親孝行のつもりだよ、気分転換になればって。それならもっといいホテルを予約するでしょ。それにお母さん昔からホテルに一人で泊まるのが苦手だって知らない？そんな子供みたいなこと言うのか。お母さんに向かって失礼ね。少なくとも俺の実母だからな。それくらい言う権利あるだろ。自分が今日したことを振り返っても同じこと言える？あと、私、あなたが一人で実家にいたい理由も知ってるの。どういうこと？賭け事をする友達と集まりやすい実家で遊びたいから、お母さんを追い出したのよね。誤解だよ。お金だって今日の出前で使っちゃったし。平気で嘘をつけるのね。二人分の出前で10万円なんて聞いたことないわ。貧乏家庭で育ったお前には無縁の世界なんだろうな。私の家庭をバカにしないで。怖。ふざけてるの？でも今日で賭け事終わりにするから、あと一回楽しませてくれよ。無理よ。あなたが賭けに使おうと思っていたお金はお母さんが返してくれました。え？10万円渡したのはあなたが最近変わってきてると信じてたからなのに。今友達とお金かけて遊んでいる最中なんだよ、どうするんだ。そんなの断りな。そんなの人としてダメだろ。今すぐ母さんにお金持って帰ってくるように伝えてくれ。ダメ。じゃあ俺のお金は何に使うんだ。お母さんが持ってきてくれたから娘のお金にするわ。待てよ、これで当たればそのお金は倍になるんだぞ。いつまでそんなこと言ってるの。本当なんだ、今日で最後の賭けにしようと思ってたんだよ。せっかくの還暦祝いで嫌な思いをさせられたお母さんの気持ちも考えたらどうなの？ごめん、でも。明日は予定ないんだよね。仕事もないから暇だけど、何かするのか？子守なら手伝うよ。自分の子供なのに手伝うって言ってる時点で呆れるわ。は？父親なんだからあなたも子守をするのが普通なの。少し言い間違えただけで怒るなよ。そういう言葉からもあなたの育児に対する姿勢が現れてるの。でも今まで子守をしたことないから、少しでもお前の役に立てるようにするよ。父親の役割まで私が全てやってきたからね。すまん、でも明日はやるから。結構よ。携帯に着信があると思うから確実に出れるようにしといて。休みの日に誰から電話が来るんだ？警察。は？ちょっと待て、なんで？これまであなたがしてきたことは賭博罪に該当するからよ。なんだよそれ、家族の中の問題を大ごとにするな。反省する気がないからでしょ。だいたいそんな罪に該当するってどうやって知ったんだ？お母さんから教えてもらったわ。どうして？今までの生活のことや育児のことを昔から相談していたの。俺に伝えずになんでそんなことするんだよ。聞いていなかったのはあなたでしょ。分かった。でもとりあえず明日帰宅してから話し合おう。もう無理よ、さっき警察に通報したから。明日にはあなたに連絡が行くわ。ありえない、最悪だなお前。俺が罰せられたら生活がもっと厳しくなるだけだ。離婚するから大丈夫。今度はなんだ、離婚なんて簡単に言うなよ。前からお母さんには相談していたの。
でも最近少し変わってきてると思って離婚も考えていなかったけど、やっぱりあなたとは無理みたい。ミユはどうするんだよ。私が責任持って大切に育てるわ。でも片親になっちゃうだろ。それも心配して今まで離婚に踏み切れなかったけど、育児もろくに参加しない父親ならいなくても平気よ。そんな。離婚のことについても明日話し合うから、そのつもりで。待てよ。後日談。嘘をつき約束を破ってまで賭け事をしていた亮は、今回の事件でようやく反省し賭け事をやめたそうです。しかし賭博罪の罰金と離婚の慰謝料なども抱え、寝る間も惜しんで仕事をしていると義母から聞きました。私は亮と離婚し、以前よりストレスも減り、娘と元気に暮らしています。親として責任を持ち、これからの人生を歩んでいこうと思います。